やあやあやあ、どうも、シャーレと申します。今回はですね、奇跡カジッチュじゃなかった、カミッチュを使っていきたいと思います。いやはや、まさかまさかの進化の奇跡の適用。でも、まああのストーリーだったらね、もう一段階進化あってもおかしくないなとは思いますよね。ただ、なんかこの段階でちゃんと奇跡反映させてくれるのが、なんかなかなか粋な計らいですよね。これでバグだったらひっくり返りますけど、さすがにそんなことはないと思いたいですね。では、選んでいきましょうか。磁場コイルからやりましょうか。磁場コイルの、カミッチュの、幅紙でいきましょうか。さーて、対戦よろしくお願いします。ワイテン初手は、羽ばたく紙。こちらは、メソメソなぐ磁場コッココッ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 コでございます。お相手後ろに地面タイプっていましたっけ？さあ、ブーストエナジーで素早さ上昇ですが、相手的には特に電撃を半減するポケモンは、いないことはないけど、みたいな感じですね。ボルトチェンジでいい気がします。シャドボでぶん殴ってくる。おい、あらよっと。10万ボルトだったらな、と思ったりはしますけども、仕方がない。おいっと。これ絶対一撃もらっちゃいますからね。なんとも。嫌なところ。さあ、致命傷をもらって、ムーンホース。さあ、やってきました。ゴリ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 ランダー。詰まるところ、そう、グラススライダーですね。ゴリラの代名詞だったんですが、SV では剥奪されておりましたがゆえ。で、ここで、物流家のカミッチュ君を投げるって寸法ですよ。そい、いってらっしゃい。なんと色違いです。かわいいでしょ？さあ、グラススライダー、ゴン。全然効かないね。さあ、カミッチュの体力回復回復。ここは、水飴ボム投げていきましょうか。さて、叩き落とす。でもね、粘着なんです。多分ね、ゲーフリはね、これを意図していたと思いますので、これはやっぱり奇跡的はバグではなく仕様だと思いますね。水飴ボム投げていきましょうか。さあ、ゴリ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 ランダーが引っ込んでいきまして。やってきたのはヤバソチャ。ソチャです。さ、水飴ボムをよっこいしょ。おもてなしがあるんですけども、この子の、隠れ特性、耐熱となっておりますので、炎技があっても大丈夫みたいな感じですね。さて、お互いグラスフィードにより回復回復。ただ、このショッチャー、飴まみれでございますので、もはや抹茶ティーですね。まとわりついていきましょうか。ゴーストなんでね、普通に逃げてはいきます。このまとわりつくのね、音のね、エフェクトがね、あんまり好きではないですよね。そう、カミッチュ君草タイプなんで大丈夫です。ただ、なんだっけな、ソチャソチャ法、ガシャガシャ法、ガチャガチャ法、どれかだとは思うんですけども、それがね、やけどの追加効果があるので、そこがね、なんともあれですよね。さあ、まとわりつくじゃなくて竜の息吹の方が良かったかもしれないけど、そうね、竜の息吹の方がいいね。さあ、奇跡だからなんともないぜ。 S もね、もう下がりに下がってますからね。うおーエフェクト、音もうね、まとわりついて雨まみれで、もうこのね、お茶は不衛生すぎて飲んではいけません。よくない。さあ、いくぞ。竜の息吹ジャバー。あ、そうだ、シャカシャカ砲だわ。そう、シャカシャカ砲はですね、やけどになる可能性があるので、ちょっとあれなんですよね。つおー。
まあ、とはいえ雨でもう下がりに下がりまくってるので一旦磁場コイル返してラスターカのうちに行きましょうか。さあ行ってらっしゃい磁場コイル。ほい。さあ地下水、まあ多少は吸われますがさすがに全回復はするかな。おお、しなかった。さすが磁場コイル。まあ結局全回復されてますがいいでしょう。まあここはラスターカノンで、たたり目もそんなにね威力出ないでしょうから。地下水、しびれ粉、たたり目、シャカシャカなんで、うん、シャカシャカ砲ぐらいしか、やけどにするぐらいしかなさそうですね。さあ行くぞ、ラスターカノン、ドン。いい火力してる。さあ特防も下がっちゃって、地下水しても間に合わないぞ。たたり目はさすがにね、状態以上なってないんで大丈夫です。さあヤバソチャ引っ込める。引っ込めてもよろしいので。さあゴリ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 ランダー戻ってきてグラスフィールドの展開です。グラスメーカー、さあ行くぞラスターカノン、ドーン。すまないね、倒倍一撃。そう、これがメガネアナライズ磁場コイルの力よ。まあ古き良きでもいいですね。カミッチのおかげで、相当止められています。で、今これ、飴のね、おう、コウさんが選ばれました。対戦、ありがとうございました。上取られてるんで、上からたたり目だったんですけど。まあ、カミッチも残ってますし、羽ばたく神も生き残ってたので。さあ、対戦の方やっていきましょう。カミッチくんの強いところ見てみたいですよね。さあ、って対戦よろしくお願いします。ワイドのショットはストライク。こっちはカイリュウくんでございます。まあ、ダブルウィングをね覚えるようになったので、まあ、強いよねっていう話ですね。まあ、ドラゴンクローでいきましょうか。テクニシャン補正入りますからね、ダブルウィングで奇跡も入るからね、意外とやるようになったんです、このポケモン。ほいほい。ただこのダメージを見るに奇跡は持ってなさそうだったかな。さて、雲を見つめるトドロク月、かっこいいな。さあ、古代活性により上がりますは攻撃と。あ、こっちとしては、うん、とりあえず新速で削っていけばいいかな。おい、ドドドドドドド。さあ、畑落とす。畑落とすをね、習得したんですよね。結構使いやすい、うん、範囲になったのかなと思います。まあ、ここカミッチ君行きましょうか。いってらっしゃいカミッチ君。そいや、さあ奇跡持ってるカミッチ君。そしてテラッサルはこれは切らんとえらいこっちゃになるので、竜の息吹行きましょうか。さあ行くぞテラッサル、あらよっと。さあカミッチ君進化しフェアリーテラスタル、ハートを真っ二つに突き刺して登場です。さあアクロバットでドドドドド、それでもこのダメージ。さあ竜の息吹シャバー、ナイス。そう、竜の息吹は麻痺効果がありますからね。イメージとしてはほらあれ、あのゴリツーのトライアタックですね。竜の息吹行きましょう。さあ、羽も休んじゃう。さあ、行くぞ、竜の息吹、ベベー。まあ、これはもう竜の息吹連打でいいかな。竜の舞。しびれるかしびれないか、みたいな、そんな勝負ですね。さあ、行くぞ、竜の息吹、ベベー。ここ、水飴ボム。85だからな。まあでも、水飴ボム当てる価値はある。そう、なんとなく動く気がしたからさ。ほい。負け筋になったといえばそうかもしれないけど。
さあ素早さ下がっていく。さあ龍の行くぞ。さあアクロバット、まあちょっと痛くなってきて、行くぞ龍の行く、ベベー。さらに素早さ下がっていく。ここ一旦自己再生挟みたいです。うい、上取れるようになったんで。さあナイス、素晴らしい、これは素晴らしいタイミングでいけたんじゃない、まあ、もう一段かかるかなと思ったんですけど、よかったよかった、麻痺ってるからかな。よーし、これでフルでカミッチュくん突破いたしました。強いぞカミッチュ。さあドドゲザン、こいつあれやね、あーよかった、負けん気ではないみたい。ただ不意打ちが痛くなっちゃうよねこれね。どうしよっか、まとわれつこうかな。土下座が痛い、あアイアンヘッドか、アイアンヘッドが痛いですけど、にょっ。にょなんで、オーガポンはね、あ、一応、ケタグリはあるんで、一発耐えれば問題なし、剣内、剣の前されたらあかんって感じですね。うん、竜の息吹で麻痺狙ってった方がいいかも。アイアンヘッドで落としてくれるんだったらよし。オーガポンに引くっていうのも手だったけど、どうだろうな。総大将の不意打ちプラスアイアンヘッド。ごめんね、オーガポンのね、ダメ感ね、全然ないの。オーガポンってちょっと待って、ちょっと種族値もう一回見直すよ。攻撃と素早さが高いなっていうのはちょっとね思ってたんだけどさ、 BD 方面あんまり見てなかったな、そういえば。8084、あーまあまあまあ波にはあるね、あのペラペラってわけではなさそうだ。ケタグレードっこいしょ、よーし、対戦ありがとうございました。カミッチュくんが強い、オーガポンも強いぞ、対戦ありがとうございました。ということで皆さんも奇跡カミチュ使ってみてはいかがでしょうか。ここまでのご視聴誠にありがとうございます。感謝感激雨あられでございます。では次回の動画でお会いしましょう。それでは。